チェルノブイリに侵入するとどうなるのか。まずチェルノブイリとは旧ソ連にあった原発でして、現在のウクライナにあたる場所にあるんですけど、1986年に原発事故が起こり、一瞬で住めなくなってしまいました。今このエリアに侵入するとどうなるかっていうと、3つの異世界的状況が広がっておりまして、特に最後の一つは福島第一原発に通ずる部分なんですけど、まず一つ目の異世界的状況が景色で、これね、恐ろしいことにチェルノブイリ周辺にまた住めるようになるのってなんと2万年後と言われておりまして、この理由っていうのがもちろん放射線量の問題なんですけど、なんとあの福島第一原発事故の10倍の放射線量なんですよ。だから現在チェルノブイリ原発の30キロ圏内は人が住んではいけないのです。原発当時準備する暇もなく突然避難しろと言われたので、約35年前の景色がそのまま残されており、建物自体が自然に帰っていってる状況です。そして二つ目の異世界的状況が約8メートルの石棺でして、これはチェルノブイリ原発を密閉し放射線を閉じ込めるためにコンクリートで覆っているものなんですけど、周りの建物はどんどん自然に帰っていってるのですごく目立ちます。でもね、この石棺で原発を閉じ込めてるおかげで、チェルノブイリ原発周辺に1日観光するぐらいだったら人体に影響がないほど放射線量を減らすことに成功しています。そして3つ目の異世界的状況が福島第一原発の今後の姿になるかもしれないと言われてるんですけど、それが大型哺乳類の住処。あのね、福島原発周辺もあと30年は住むことができないと言われてるんですが、チェルノブイリは原発事故からすでに35年経っており、人は住めないので建物はどんどん自然に帰っている状況なんです。しかし熊や馬などの動物は人間よりも放射線の影響を受けにくいみたいなので、どんどんその数を増やしてるみたいでね、チェルノブイリ事故の最も恐ろしいところは、事故からしばらくソ連は事故自体を公表してなかったので、1000キロ以上離れたスウェーデンの原発の放射線量増加が検出されるまで世間に明るみに出なかったってことなんです。だからまたロシアや北朝鮮が何かやらかしても世間に知られるのは事故から数十日後かもしれません。さあ今後どんなことが起こるのでしょうか。皆様の予想コメント欄でお待ちしております。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。